こんにちは、ジジです。先日孫の誕生会がありまして、その時に私のことで何かいいものが買ってあげられないかなと思いまして、今回ねちょっとご紹介するものを買ってみました。これ皆さんもね使ってみると結構いろんなところで使えるかと思いますんでね、ちょっとご紹介したいと思います。わかりますかね、こちらのですね、手書き LED 蛍光サインボードというやつですね。サイズが 26×33cm ということでね、そんなに大きくないサイズのやつを買ったんですけども、これから始まりますクリスマスですとかね、先ほど言いました誕生会ですとか、その他いろいろなところでですね、これ使うとムードをね、盛り上げることができます。ぜひね、皆さんもちょっとやってみていただければいいと思うんですけど、今日はこの後ですね、実際に使うとどんな感じになるのかっていうのを見ていただこうと思うんですけど、本当にね、例えば電気を消して、例えば誕生会ですとね、ケーキのろうそくを消すシーンなんかでこれを使ってますとね、非常にムードがね盛り上がります。それからクリスマスなんかでもね、パーティーやってる時にこれをつけとくと非常にムードが盛り上がると思いますんでね、皆さんもぜひね、ちょっと試してみてください。はい、見えますでしょうかね。これが手書き LED 蛍光サインボードっていうやつで、単なるガラスの板で、ちょっと厚めの、ガラス板になってますけども、下にこういう、足がついてます。で、これ実際にはこれ取り付け用で、下に今足つけたんですけども、壁に取り付けることもできるようです。これを逆に上にですね、取り付けることもできるようです。そういう金具もついてました。で、これにですねついてましたケーブル、まあ電源ですねをつないであげますと、このガラスの板が光るということで、ちょっと今これ光らせてみましょうか。どんな感じになる、はい、見えますでしょうかね。ガラス板がこうやってですね、いろんな色に、赤ですとか青ですとかピンクですとか緑ですとかに、変化するですね。で、今これガラス板に何も書いてませんから、何もガラス板光りませんけども、まあ枠だけがね光ってますけども、ここにですね、こういった水性のですね蛍光ボードマーカー、これ今これ中字なんですけど、これやってみた感じでは太字の方がね結構似合いそうなんですけど、蛍光マーカーボードマーカーでですね、ここにいろんな、まあ、絵でも字でも描けばいいんで、それがですね光るんですね。ちょっとやってみましょうか。わかりますかね。今ちょっと汚い絵なんですけど、ちょっと描いてみましたけども、こんなようにですね、ここに描きました字が蛍光ペンで描いてるもんですから、これが光るんですね。わかりますかね。よく見えてるかな。よく見えてますでしょうかね。今これ簡単に描いた絵なんですけども、こういうふうにここのボードにガラス板にですね、絵ですとか字ですとかを描きますと、それが光るんですね。非常にですね綺麗に見えます。この後実際に使った例をね、書いた例を載せときますので見てください。これクリスマスなんかにね、メリークリスマスの文字ですとか、そういったものを書いてですね、クリスマスの夜をやりますと、非常にねムードを盛り上げること抜群かと思いますんで、ぜひ。これ値段的にもね、そんなに高い文字はありません。中国製かな、なんかアマゾンで買ったんですけども、ぜひね皆さんもこういうもので盛り上げてみると面白いかもしれません。いろんな色がね出て綺麗です。で、色のパターンもいろいろ変えられます。これちょっとやってみましょうか。色のパターンも、これ今わかりますかね、光りっぱなしですね。これこうチカチカにやったり、これ色が変わってそのままですかね、ちょっと光っちゃってますね。というふうにね、いろんな種類に、これ光の点滅の色ですとか方法ですとかも変えることができるみたいです。ぜひ皆さんもクリスマスに向かって用意されてみてはどうでしょうか。ということでご紹介をしました。